多ド亮は、日本の男子プロバスケットボール選手である。東京都出身。身長180センチメートル、体重82キログラムで、ポジションは、ポイントガード。東洋大学、京北中学高等学校バスケットボール部監督の、多ド優を父とする田渡し三兄弟の三男で、兄は、東京サンデブスの多ド俊信とサンロッカーズ渋谷の、多ドオ人。 芸能活動は A チームグループの A ライツ所属。3歳からバスケを始め、京北中学3年の時、全国中学校バスケットボール大会の決勝で、東勇樹を擁する柴田市立本丸中学校と対戦し敗れたが、個人としては大会得点王と優秀選手賞を獲得している。高校卒業後に日本の大学に進学するか、 米国 NCWA に挑戦するかを悩んだが、日本の大学のバスケのレベルには物足りなさを感じており、自分を成長させるために、米国 NCWA への挑戦を選択した。ニューハンプシャー州にあるプレップスクールティルトンのヘッドコーチから勧誘され、奨学金でプレップスクールに通う間に英語力を磨き、アメリカのバスケットボールになれ、 進学先の大学にアピールする予定だったが、渡米してみると学校長が変わっており、奨学金の話も白紙になっていた。結局そのプレップスクールには入学せずにホームステイをしながら自力で勉強とトレーニングを行い、大学への売り込みを行ったが希望していた NCWA ディビジョン1からの勧誘はなかったため、奨学金付きのオファーを得たカリフォルニアの短大。 オーロンカレッジに入学し、同校卒業後に再びディビジョン1の大学入りを目指す道を選んだ。オーロンカレッジ卒業時には、電話タルを勧誘したディビジョン1の大学もあったが、奨学金やプレイタイムなどの約束は得られない条件だった。その中で、ディビジョン2の中では、レベルの高い地区に所属するドミニカン大学からは、奨学金や中心選手としての座を約束する強い。 誘いがあり、同行に入学を決めた。ドミニカン大学では首相を務め、第29回ユニバーシアード競技大会男子 U-24 日本代表にも選ばれている。大学卒業後の進路として2017年に、横浜 B、コルセアーズと契約した。横浜を選んだ理由として、あまり勝てなかったチームでプレーした時に、楽しかったり、 成長したりするのを感じたためと語っている。2017から18シーズンは、シーズン序盤には、ポイントガードのレギュラーを奪う活躍を見せたが、シーズン中盤からは2番手ポイントガードに定着した。58試合に、出場、1試合平均の出場時間は18.0分6.4得点3.0アシストを記録した。2018から19シーズンも、 開幕時は2番手ポイントガードだったが、開幕4試合目でスターターをダッシュし、そのままシーズンを通して、レギュラーとして出場を続けた。60試合に出場、1試合平均の出場時間は26.1分9.7得点4.0アシストを記録した。2019年10月に横浜の新チームキャプテンに就任した。またリアリティ番組。 テラスハウス東京2019の2 0 2 2出演することが発表され、2019年10月8日に配信された第18話より新メンバーとして登場した。2020年2月4日に配信された32話で番組を卒業した。2019から20シーズンはシーズン序盤から中盤はスターターを務めたが、チームの不審で、 シーズン途中でヘッドコーチが交代した後は2番手ポイントガードに定着した。41試合に出場、1試合平均の出場時間は23.6分7.0得点4.3アシストを記録した。2019から20シーズンのリーグ表彰ではテラスハウスへの出演により新たなファン層を取り込んだほか自身のツイッターに投稿した。 エアロビチャレンジの動画では100万回を超える再生数を記録するなど選手としての発信力と拡散力が高く評価されミープを受賞した2020年5月に横浜 B コルセアーズとの契約満了と対談が発表された2020年6月5日に広島ドラゴンフライズへの入団が発表された広島への移籍理由として選手として また一歩成長するために、新しい挑戦が必要だと思っていた。自分が上手くなること、勝てるチームに行って成長することを一番に考えたと、語っている。シーズンでは、長い出場時間を得られない期間が長く、48試合出場、9先発1試合平均では13.0分の、出場、2.9得点、3.2アシストだった。 2021年5月に広島ドラゴンフライズとの契約満了と対談が発表された。2021年6月2日に3円、ネオフェニックスへの入団が発表された。3円入団にあたってのコメントは以下だった。伝統ある3円ネオフェニックスの一員として、ブースターの皆さんとたくさんの思い出を共有できることを楽しみにしています。 失ったすべてのものを取り戻すためにこの地に来ました。ありがとうございます。